私は奏で、21歳の大学生。今日は大学に授業を受けに来ている。次の授業は心理学の授業だよね。ノートと教科書と。それでね、さっきの授業がプニっていう未確認生物の講義でさ。ああ、ほんと？私は大学ではなるべく人に見られないように容姿を隠して生活している。このメガネと帽子もそのための変装道具なのだ。こんなことをしているのにはある理由があって。それでね、もう私も大変。あ、レーナちゃんたちだ。あの子は同じ大学の同級生のレーナ、21歳。結構人気のインスタグラマーらしく、いつもあんな風にたくさんの人と一緒に行動している。レーナ人気者だからね。フォロワー数2000人だろ。一般の女子大学生にしては本当にすごいじゃん。まあね。でもフォロワー2000人もいると結構大変なんだよ。その服どこのですかとかいろいろ聞かれちゃうんだよね。あ、こっちの席に来ちゃった。昨日もさ、あるファッションサイトから私の写真を使わせてほしいって連絡があって。あ、すごい、そんなことあるんだ。さすがレーナだね。もう人気グラマーじゃん。とかバレませんように。まだまだだよ。私の目標はスーパーモデルの奏なんだから。いつか絶対にあの人みたいなスーパーモデルになるんだからね。ねえ、あの端っこにいるモサイの奏？そうじゃない。相変わらず今日もダッサい格好してるな。あ、バレた、私のバカバカバカ。うん、ちょっと、目標は奏って言ったけど、ダッサいあんたのことじゃないからね。私が言ってるのはスーパーモデルの奏。名前が一緒だからって勘違いしないでよ。分かってるよ。まったく、どうしてそんなに自分の見た目にこだわらずにいられるのか私わからないわ。女の子に生まれたら普通少しは見た目に気を使わない？私みたいに完璧にしろとは言わないけどさ。ねえみんな、私と奏どっちが可愛いかな。近い近い。それはかわいそうだよレイナ。そんなのレイナに決まってんじゃん。奏の横に立たないであげなよ。もうみんな正直に答えすぎ。奏がかわいそうじゃん。おい、アルト、何大きな声出してるの。みんなでひどいこと言ってんじゃねえよ。奏がかわいそうだろ。アルトくん、ちょっとした冗談じゃん。どうしてそんなに怒ってるの。今のは冗談じゃ済まないだろうが。アルトノリ悪くない。なんでそんなに奏をかばうのよ。私の方が何倍も可愛くなるための努力してるのに。そうだ、来週から夏休みじゃん。みんなでプール行かない。最近駅前に大きいプールができたっしょ。あ、いいねいいね。行きたい行きたい。私今年まだ水着を一度も着てないんだよね。よっしゃ、それじゃあみんなで行こうぜ。話題が変わってくれてよかった。あんなにレーナちゃんに近づかれたらバレちゃうかと思った。もう高校時代の失敗は二度としないんだから。これからはより一層心を引き締めて気をつけるようにしなきゃ。みんな私の水着姿に脳殺されちゃうんじゃないの。気をつけてよ。気をつけないと。アルトももちろん来るよね。一緒にプールで遊ぼうよ。きっと楽しいよ。そして私の水着姿に脳殺されちゃって。いいけど。それなら奏も一緒に行こうよ。人数多い方が楽しいだろ。ねえ、私？ちょっとアルト、奏は誘う必要ないでしょ。なんでだよ。いいじゃん、人数増えてきっと楽しいぞ。あんなダサい子がグループにいたらうちらもダサく見えるじゃない。私は遠慮しとく。よかった。そうそう、ダサい子ちゃんはちゃんと身の程をわきまえて遠慮してくれなきゃ。なんで？予定でもあるの？それとも俺たちと遊ぶのが嫌？予定はないけど、そのなんていうか、なんだろう、この胸のドキドキは。じゃあ一緒に行こう。きっと楽しいぜ。ということで奏も参加するからよろしく。私も参加？まあアルトが言うなら。アルトくん、私はやっぱり。いいからいいから、こういう友達との思い出作りも大学生は大事だろ。そうかもだけど。
かなでのやつ、どさくさに紛れてプールに参加するなんて陰キャのくせにずうずうしい。大体アルトはどうしてあんなモサイコに構うの？意味がわからない。私の方が何倍も可愛いのに。すごい自信プニね。私だって過去にいろいろと言われて、そいつらを見返そうとすごく努力したんだから。レナって顔が可愛くないよね。なんかカバみたいな顔っていうのかな。それからスキンケアに化粧、ファッションまでありとあらゆることを勉強したのよ。そしてようやくここまで上り詰めたんだから。あんな風に努力も何にもしてない子がアルトに構ってもらえるなんて許せない。そうだ、プールで思いっきり奏に恥をかかせればいいんだ。奏をプールにわざと落としてやろうかしら。水からびしょびしょで出てくる奏とか、もはやお化けでしょ。ホラーだわ。そんな奏の姿を見たらアルトもきっとドン引きだよね。お化け。私の方が可愛いってことも、奏に構うのが無駄だってことも、これでアルトが気づくはず。なんならこれをきっかけにアルトと私が付き合うことになっちゃったり。キャーン、レナがめちゃくちゃ可愛いってやっと分かったよ。俺と付き合おう。気持ち悪いプニー。奏、プールが楽しみね。プールでは思いっきり恥をかかせてあげるからね。かなって。レナちゃん、笑ってくれた。もしかして、私がプールに行くのを喜んでくれてるのかな。なんだ、やっぱりレナも奏とプールに行きたかったのか。全員バラバラのことを考えてるプニー。おい、授業始めるぞ。席につけ。その週末。ああ、大きなプール。結構人いるね。俺、ウォータースライダー乗りて。てか、やっぱりレイナの水着姿素敵だね。もはやモデルのプロポーションじゃない？いいな。そう？まあ、当然よね。私が完璧に仕上げてきているというのに、あの女は、やっぱり今日もダサいのよね。日に焼けないようにだけ気をつけなきゃ。あいつは自分を美しく見せようって気はないのかしら。ああいうやつ本当に見てるだけで腹が立つのよね。そんなにカリカリしてカルシウムが足りてないプニか。奏でメガネかけたままで大丈夫なの？プール入れる？あ、うん、大丈夫だと思う。なん？あ、アルト、どうしてそんなダサい子に構うのよ。いくら優しいからって話しかけるとしたら、まずこのナイスな水着ギャルの私でしょ。コンタクトにはしないの？コンタクトは目に入れるのが怖くて。本当はこれは縦眼鏡でコンタクトをしてるんだけど。でもまあいいわ、アルトに優しくしてもらえるのもここまでよ。奏、今から私があんたを地獄に落としてやるんだから。私の引き立て役のあんたがアルトに優しくされていいわけがないでしょ。奏、寒いの？あ、ううん、大丈夫。なんだかさっきのようなものを感じたな。気のせいかな。今だわ。ああ、足が滑っちゃった。奏、ああ、奏ごめんね。私の足が滑ったばっかりに。わざとらしすぎるポニー。奏、大丈夫か。奏、大丈夫。あんたのそのひどい姿をアルトに間近で見てもらいなさい。いけない、メイクもメガネも取れちゃった。メガネ、メガネ、見つからないな。奏、大丈夫か。俺の手につかまれよ。大丈夫、一人で上がれるから。顔見られちゃ困るから。うん、いいから上がんなよ。わあ、よい、すっと。いつも以上にみすぼらしいその姿、アルトに存分に見てもらいなさい。ごめんね、奏、わざとじゃないのよ。え、あの顔って。え、何、どうしたの？モデルの奏、本物。はあ、どこどこどこ。いや、奏のことだよ。はあ、わあ、本当にモデルの奏だ。気づくの遅すぎっぽいに。え、どういうこと。奏が人気モデルの奏ってこと。今まで黙っててごめんなさい。私がモデルの奏なの。嘘。実は大学ではモデルであることがバレないように変装してたの。高校生の時にファンの人が通ってた高校に殺到しちゃって大事になっちゃって、大学ではそんなことが起こらないように事務所の人と話し合って変装することにしたんだ。まさか。奏があの人気モデルの奏だとは思わなかった。すごい、や
やっぱり近くで見ても可愛いんだね。大学での姿と全然違うじゃん。まあバレないようにしてるからね。ちょっとみんな、奏はモデルをやってたのか。大学通いながら仕事してるってすごいな。アルト君、すごくないよ。好きでやってることだから。アルトまで、ちょっとねえ、あれが私がずっと憧れてきた奏。やっぱり綺麗だな。なんかもうオーラからして私と違うじゃん。まるで違う世界の住人を見てるみたい。私が努力したところで奏みたいにはなれないんだよね。やっぱり努力してモデルになろうなんて鼻から無理なんだ。モデルになれる人間は生まれつき綺麗な人だけ。あ、レイナちゃん。え？レイナちゃん、モデルになりたいって言ってたよね。これまではモデルであることを隠してたからなかなか話せなかったけど、もうバレちゃったし、私でよければモデルの仕事のこととか話せると思うよ。マネージャーさんにもレイナちゃんのことを紹介できるし、ファッションのお話とかもこれからはたくさんできるね。ちょっとあんた、なんで私にそんな優しくしてくれるのよ。あんなにひどいことしたのに。ひどいこと？何かされたっけかな。意地悪されていたことに気がつかないとは。すごいと天然分に。だってレイナちゃんすごく努力してるから。レイナちゃんを見てると私もすごくモチベーションが上がるし、一緒にモデルのお仕事できたら楽しそう。奏、この子、あんなに最低なことをした私のことを許してくれるの？しかも一緒にモデルの仕事がしたいとか、どんだけ優しいのよ。ん？奏、その、今までひどいことしてごめん。私、奏みたいなモデルになりたい。いろいろ教えてほしい。え？レイナちゃん、泣いてるの？突然どうしたの？レイナちゃん、泣かないで。大丈夫だから。泣いてなんてないわよ。なんだかんだ言って、あいつら仲良しなんだな。一週間後。あのプールの日以降、私とレイナちゃんはとっても仲良くなった。あ、ちょっと奏、あんた今日変装してないじゃない。メイクもしっかりしてるし。え？それは、その…わかってるよ。この授業はアルトと一緒だからでしょう。え？あんたがアルトに好意を抱いてるのは分かってんのよ。さすがレイナちゃん。私だってアルトのこと諦めてないんだからね。私と奏は恋のライバルよ。モデルとしては奏のことを尊敬してるけど、こればっかりは手加減しないよ。そんな。レイナちゃんという友達ができたおかげで、私の大学生活はとっても楽しく充実したものになりそうだ。おはよう。何騒いでるの？アルト君。なんでもないから。奏です。アルトです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。瓶底メガネってそんなに人相変わるもんなのか。動画を見た感じだと人相が変わるっていうか、顔自体が見えなくなる、そんなイメージなのかな。よかったらみんな動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくな。また次の動画で会おう。